僕の中で悪口じゃないと思ってるんですよね。悪口でした。あ、ライブやったらじゃあ上がりますよ、チャンネルに。いや、冗談で言ってて、エンタメで。エンタメで別にやってねえからよ、俺の YouTuber がよ。すいません、今、スピーカーの人もいいですか。え、何の話ですか。なんか電話が来た話、なんか私、みんなで公の場で言ったよね。え、何を。私の後輩とか友達の話を。言ってないですよ。言ったよね。え、何を。何をって。私が西山と別れて誰かと付き合ってるとかわけのわかんないって言ったよね。あ、それは電話来たんです。電話来たからって、お前それ放送で言うことか、それ。まあ、それぐらいだったら大丈夫かなと思ったんですよね。だってそれ事実じゃないんだからさ、普通そういうのって確認してから言わない。いや、電話来て、だから今度はマネさんの悪口を言わないでくれって僕の方に電話来たんですよ。いや、言わないでくれって言われた瞬間にお前言ってんだから変わんなくね、それ。いや、悪口は言ってないです。悪口チャンネルじゃないんだけどね、意見言ったら言ってるだけなんだけどね。何言ったのじゃ。悪口じゃないです、本当のことです。いや、その先輩と付き合ってるらしいから、これから自分はマネさんの悪口は言わないって配信で。で、その後あなたずっと言ってたよね。え、言ってました。言ってました。悪口じゃないです、本当のことです。ゆたかちゃん忘れちゃったの。すいません。すいませんじゃないよ、本当に。はい、ゆたかちゃん何やってんの。申し訳ないです。だってね、私とゆたかちゃんが喋っててね、一部分だけ切り抜きされてえらい言われてんの知ってる。全然わかんない、全然わかんないですね。全然わかんない。だって豊かちゃんのが私より先輩 YouTuber でしょ。はい。そんなことも知らんねえの。はい。だからさ、あっちゃこっちゃにくっつくのはいいけどさ、どっか一つに的絞った方がいいんじゃないの。はい、はい、僕正直悪気は全くないので。悪気チャンネルじゃないんだけどね、意見言ったら言ってるだけなんだけどね。たらたまたま電話来て、先輩と付き合ったから、そのマネさんの悪口は言うなって言われたから、あ、分かりましたって言った。言われた矢先に言ったのお前だろって話だよ、私からすれば。僕の中で悪口じゃないと思ってるんですよね。意見言ったら言ってるだけなんだけどね。悪口でした。だってさ、今回は負けられないじゃない。内藤さんなんか口から何か出してって。何やれよお前。ギャグやらせんだもんね、お前。